こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近僕がユニクロで買って意外とこれは良かったなと思うアイテムをですね、ご紹介してみたいと思います。昨日ですね、たまたま YouTube を見ていたら、僕の YouTube のトップ画面にですね、ファッション系 YouTuber のゲンジさんの動画がたまたま上がってきたんですね。そちらの中でゲンジさんがあるユニクロのアイテムをおすすめしていました。で、その動画を見てるとすごくお似合いだったんですね。で、そのアイテムというのは、僕は実はですね、2週間ぐらい前に通販で買った商品だったんですね。今僕が着ているこちら、ユニクロの感動ジャケットと感動パンツ、これは通販で買ったんですが、それと合わせたいなと思ってセットで買ったアイテムだったんですが、実際に届いてみると意外と思ってたよりもインパクト強いなと思って、なかなかこう袖を通すことがないまま袋に入れたまま置いてあったんですね。そのアイテムを実際にゲンジさんが着て YouTube で解説をしていたんですが、客観的に見るとすごくお似合いだったんですよね。あ、なるほど、こんな感じで着るんだなと思って、その動画を見た後にですね、僕も袋から出して着てみたんですね。そしたらめちゃくちゃ良かったんですね。まあ、さすがトップ YouTuber ゲンジさん、素晴らしいなと思いました。そこで今回は、僕が最初見逃してしまったあるユニクロのアイテムの良さというのを実際に着用しながらお話をしてみたいと思っています。では、そのアイテムは何なのかと言いますと、ここにかかっていますね。はい、このアイテムです。商品名はヒッコリースタンドカラーシャツというものになります。どうでしょうか、皆さんパッと見ていただいて、これなんかかっこいいなと思うでしょうか。なかなか賛否両論があるのかなと思うんですね。まずはデザインとしては、スタンドカラーシャツ、まあ、バンドカラーシャツとも呼んだりしますね。普通の襟ではなくて、こういったバンド状の襟がついているシャツなんですね。ここ数年のトレンドアイテムで、今はどのお店でも取り扱っているような割とスタンダードなアイテムになってきましたが、まだ着たことがない方多いと思うんですね。見慣れないですとか、昭和っぽいなんて感じる方も多いかなと思うんですが、そこにちょっとこう抵抗感を感じる方もいるかもしれないですね。そして柄はストライプになるんですね。ヒッコリーというのは割とアメカジっぽいアイテムなんですけども、デニムだとかシャンブレージに対してホワイトのラインが入っているような柄のことをヒッコリーと呼んだりするんですね。インディゴブルーの地に対してホワイトのラインが入っているんですが、これが割とインパクトが強かったので、これどう着こなそうかなとちょっと一瞬戸惑ってしまったアイテムなんですね。ですので、僕も着ないままタンスの肥やしにしてしまうところだったんですが、意外とファッションアイテムって2種類あると思っていて、まずは第一印象がいい服ってやつですね。これはパッと見の瞬間で、あ、なんかおしゃれそうだなとか、すごいいい出会いがあったなって感じるような服ですね。こういう服というのは、実際に家に持って帰ってみると意外と使いこなすのが難しいっていうことが少なくないんですね。パッと見でおしゃれというのは、それだけインパクトがある商品だったりするので、それがコーディネートの際に意外と困ることが多かったりするんですね。あともう一種類ありまして、パッと見の印象はそこまで良くないんだけど、実際に着てみるとじわりじわりと良さが伝わってくるようなアイテム、これも確かにあるんですね。第一印象が良くと、着ているうちにじわりじわりと良さを感じるようなアイテム、この2つがあるんですが、僕は案外後者の方がクローゼットに残りやすいのかなと思っています。これは人間と同じですね。一目惚れの相手なのか、もしくは付き合っているうちにどんどん良さを感じる相手なのか、意外と後者の方が長い付き合いになったりすると思うんですね。ファッションもそれと同じで、意外と使っているうちにじわりじわりと良さが伝わるアイテムの方が活躍機会が多かったりするので、ぜひこのことを皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。このシャツというのは典型的な後者ですね。着ているうちにじわりじわりと良さを感じるようになりました。この後ですね、実際に僕がこのアイテムを着ながらどういう点がいいのかですとか、どのようにコーディネートに落とし込むのかというところをお話したいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。着てみるとですね、意外と馴染むなという印象を持っています。ちょっと一周回っていますね。割とサイズ感はですね、ゆったりめではなくてジャストですね。僕は今回は S サイズを選んだんですが、1枚で着るのであれば、もうちょっと緩めのサイズ感 M を選んでもよかったかなと思います。ただ僕はこのアイテムを1枚で着るよりは、基本的には重ね着の一部として使うことが多いかなと思うんですね。この後も解説しますが、上にコートを羽織ったりだとか、あとはジャケットとか着丈の短いアウターを羽織ったりすることが多いかなと思うので、そうするとサイズ感はこれぐらいがいいのかなと思います。皆さんがいつも着用するサイズを選んで間違いがないかなと思っています。もしこちらを1枚で着るのであれば、今ボタンすべて閉めているんですが、少し着崩してあげた方がバランスがいいかなと思っています。まずは袖をまくる感じですね。
ボタンを外して袖をまくってみたいと思います。まあ、大きくまくってその上にさらにもう1回まくる、まあ、前にも袖まくりの動画を出しましたが、大きくまくってその後に1回まくる感じですね。腕が少し覗くだけでこなれた雰囲気が出るかなと思います。そしてこの腕の部分に時計ですとかアクセサリーを差し込んであげると、よりバランス、アクセントが取りやすいのかなと思っています。1まで9ならこんな感じですかね。割とシャツ自体はジャストサイズなので、パンツはややゆったりめのものを合わせるとバランスが取りやすいのかなと思います。ぜひこの感じは使いやすいので皆さんもお試しいただきたいなと思っています。はい、続いてこの着こなしをベースとして上にアイテムを重ねてみたいと思うんですね。ストライプ柄のシャツというのは単体で見ると割とインパクトが強いんですが、この上に何かを重ねることで見える分量が減るんですね。今は柄が全体に出ていますが、上にコートとかを羽織るとこの縦のラインしか見えないので、ストライプの分量が減る分アクセントとしてはバランスが良くなったりするんですね。ですのでこういったストライプだとか柄物の服というのは何か上を羽織る前提で買うというのも良いかなと思っています。まずは春に羽織れるような軽い薄手のコートを合わせてみたいと思います。こちらに用意しているのが今季買ったユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルですね。はい、こんな感じで薄手のコートを上に羽織っていました。薄手のアウターを1枚羽織ってみると、先ほどお伝えしたようにストライプ柄が見える分量がだいぶ減りますよね。そうすると柄のインパクトは少し抑えられるのかなと思います。ここに白シャツというのもいいんですが、それだとややシンプルになりすぎてしまうんですね。ですので少しアクセント要素としてのストライプを覗かせてあげるとバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。着丈の長いアウターの中にこういったストライプ柄のシャツが覗くことでバランスのいい着こなしが完成したかなと思います。今僕はですね、カーキ色のコートを着ていますが、これは例えばネイビーですとかブラックの定番的なカラーのコートでも間違いなく合うかなと思います。特にネイビーのコートとこういったインディゴブルーというのは系統が同じですよね。同じ色合いの濃い色がネイビー、薄い色がインディゴブルーになるので、グラデーション効果でよりバランスがいいのかなと思います。ぜひ薄手のコートとひっこりシャツ合わせていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、この上に着丈の短いアウターを羽織ってみたいと思います。着丈の短いアウターというとジージャンですとか、あとはナイロンジャケット、あとはコーチジャケットみたいなものがありますね。今回はコーチジャケットを用意したので、この上に着てみたいと思います。はい、実際にコーチジャケットを着てみました。いかがでしょうか。先ほどお伝えしたようにインディオブルーとネイビーの相性はすごくいいんですね。同じ系統の色合いなのでハマりが良いかなと思います。コーチジャケットというのもここ数年のトレンドアイテムなので、トレンドのコーチジャケットとバンドカラーシャツ、この2つで今っぽい着こなしが完成するかなと思います。アウター、そしてシャツ、ボトムス、すべてですねネイビーの色合いでまとめたコーディネートになります。このようなコーチジャケットというのは割とカジュアルなアイテムなので、内側に T シャツを着るのもなしじゃないんですが、僕たち30代40代の男性だとちょっと全身がカジュアルになりすぎてしまうかなと思いますので、内側にシャツを合わせるとこういったバンドカラーシャツでもややきれいめな要素がありますので、全体のバランスが整いやすいのかなと思います。僕は今コーチジャケットを着ていますが、もちろんナイロンジャケットを着てもらっても良いかなと思いますので、ぜひ皆さんも着丈が短いアウターとバンドカラーシャツのコーディネートをお試しいただければなと思っています。はい、そして最後のコーディネートなんですけども、もう実際に着ちゃってますね。ネイビーのジャケットをこのスタンドカラーシャツの上に着ています。当初僕はこのような着こなしがしたくてこのシャツを買ったんですが、なんとなく着こなせる自信がなくて敬遠してしまったんですね。でも実際に着てみたらやっぱりハマりは良かったです。ユニクロの感動ジャケットに感動パンツ、これでセットアップを作って、その内側にバンドカラーシャツを取り入れてみました。僕はあまりジャケットとシャツを合わせるってことをしないんですね。通常、まあ、動画の中でもそうだと思うんですけど、ジャケットの内側には T シャツを着て少し着崩すことが多いんですね。これはなぜかというと、ジャケットというアイテムが割とこうきれいめなアイテムなので、そこに対してまたシャツというきれいめなアイテムを合わせてしまうと全身がきれいめになりすぎてしまうんですね。そうするとカジュアル着というよりは結構ビジネスカジュアルのような見え方をしてしまうんですね。ですのでジャケットの下にあまりシャツを着ることはしないんですが、でもこのようなバンドカラーシャツでなおかつストライプ柄でカジュアル感のあるものでしたら、ジャケットと合わせてもバランスがいいかなと思っています。シャツはインするのではなくて、このようにアウト、外に出して着ることでよりこうカジュアルな雰囲気が漂うのかなと思います。このような着こなしであれば少しおしゃれをして出かけたい時であったりですとか、レストランで食事をする時にも通用するような着こなしが完成するかなと思っています。またちょっとカジュアルな職場であればこれぐらいの着こなしで十分通用するのかなと思いますので、ぜひセットアップの中にバンドカラーシャツを取り入れるという着こなし、皆さんにも取り入れていただきたいなと思っています。
はい、ということで今回は僕がユニクロで買ったヒッコリースタンドカラーシャツを解説してみました。第一印象はそこまで良くなかったんですが、着てるうちにどんどん愛着が湧いてくるようなアイテムなのかなと思います。皆さんもあまり経験したことがないアイテムほど最初の印象ってあんまり良くないと思うんですね。そこで着なくなってしまうんじゃなくて、何度も着てるうちに目が慣れてくるのを待った方が価値観が広がりやすいのかなと思っています。僕も今までいろんな服を買って着てきましたが、今でもですね、こういった苦手なものがあったりだとか、第一印象で避けてしまうものがあったりするので、日々反省しながらファッションの学びを深めていきたいなと思っています。まだオンラインですとか店頭でこのアイテム置いてあるかなと思いますので、ぜひまずは試着をして、よかったら購入していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからも役立つファッション情報をどんどん配信していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。